お堂は玉拾いからスタート。事実上の内野手に対しどうやって外野守備を教えていくのか、亀井コーチ。外野ノックをすぐにやるのではなく、まずはボール拾いを続けてもらいます。メジャーの選手としての自信もあるでしょうし、外野守備の基本だけを教えます。メジャー級試合やっけ、ライトで出たのマジでなんで取ったんや、ガチで守備素人やんけ。阿部、外野手が欲しい。せや、セカンド取ったろ。亀井、玉拾いからのスタートですね。うん、この一セカンドやからな。ブリンソンでよくね。とはいえメジャーで9試合守ってるからね、言うほど素人か。これ万が一守れるようになってもセンター守れないんやろ。 UGR プラスのブリンソンでよかったやん。ノイジーですら悪いなりに守れたがそれ以下かよ。お堂あってセカンドなんだけど、最近は DH も増えてたんだよな。いろいろやばいやろ。ウォーカーを育てた亀井を信じろ。玉拾いからスタートする外国人とか初めて聞いたぞ。そもそも言うほどウォーカー育ったか。玉拾いから始める助っ人外国人とかいうパワーワード、てか間に合わなくね。もうキャンプも終盤やん。今から玉拾いするってもうあと1ヶ月で開幕やぞ。外野手育成の巨人やぞ。メジャー経験あっても玉拾いからや。いくらなんでも玉拾いからはひどすぎやろ。どんだけ未知数なんや。まずお堂はなんかスタメンで使うなこいつって頼もう。何年前の話だよ。内野やってたなら外野はできるやろ。逆は難しいけど、外野やべえやつ取ってきてパリーグに出荷するの好きやな。ご視聴ありがとうございました。